こんにちは、トムです。今回は明日のモンストニュース予想をしていこうと思います。去年の今頃のニュースを振り返っていきますと、超究極牛太郎&ダキの追加と、遊郭潜入で無料で1000件の賞をゲットできるチャンスがありましたね。そして、裏近畿21から25が追加されました。そこで新しい EX の無料対数が追加されましたね。裏近畿の新しい EX 追加された時は正直言ってめちゃくちゃびっくりしましたね、順当にナユタが追加されるんだろうなと思ったら、新キャラクターだったんで、個人的にねこんなことしてくれるんだなって思いましたね、はい、ということで、振り返りはここまでにして、予想をねしていこうと思います。はい、一つ目の予想は超異例でまさかの豪絶の発表が今のところないですよね。周期的に2週間前や1週間前にはね発表されてたはずなんですが、未だに発表されていないんですよね。レクイエム・イグノ・サマの初降臨時期は3月の半ばだったのに対して、2023年は今のところ発表すらしていないんですよね。なのでそろそろ発表するんかなと思っていますね、もしかしたら3月にね豪絶発表しないっていう可能性も全然あります。もしもね追加されたら、属性予想としましては、今のところ木、火、水と出ていますので、光か闇の2択ですよね。個人的な予想ですと、闇で予想しようかなと思います。もうこれもね前回と同じこと言うんですけども、理由としましては最近光のダメオーワープブロックの3ギミックが増えてるんですよね。で、情報修正された肉丸や最近重心化解された清少納言、貫通キャラなんですが R がいますよね。個人的にこのギミックが怪しいなって思っていたので、タイミング的にね闇豪絶の発表があるかなって僕は思っています。個人的に豪絶の発表が遅いのは個人的に珍しいなって思っています。なんでなんだろうね、理由があるのかな。何らかをねそういうの調整してるとは思うんだけど、そういうのはなんか珍しいなって僕は思いましたね。はい、2つ目の予想はコラボ発表があるかもしれませんよね。去年の発表の仕方は号外での発表でした。今この動画撮影しているのが14日の22時に撮影してるんですが、もしかしたらこの動画投稿してる頃には号外での発表があるかもしれませんが、どうなんでしょう発表してるんでしょうかね。3月のコラボは6年連続でドラえもん、そしてフェアリーテール、さらにルーミックワールド、仮面ライダー、そして鬼滅の刃2弾がありましたね。こうやって連続で3月はコラボしていますので、今年もコラボあるかなって思っていますね。3日前に予想動画でも予想しましたが、第1予想はテンスラで、第2予想はコードギアスで予想しています。本命はテンスラですね。やっぱり学生さんは春休みだと思いますし、運営がそういう絶好のチャンスを逃さないと思うんですよね。だから比較的に若者に人気の作品であるテンスラで、大型コラボで発表するんかなって思って、自分はねテンスラで予想しましたね。ワンチャン無料コラボの可能性もありますよね。自分はその場合だとちいかわコラボで予想しています無料コラボでちいかわ来たらめちゃくちゃね話題になると思うんですよ。多分ソシャゲ、パズドラでもコトダマンでも多分コラボしていないのかな。ソシャゲでなんかちいかわとコラボしたの多分あまりないんじゃないのかな、なので、もしもねちいかわ来たらねすごく盛り上がるかなと思ったんで、自分は無料コラボはちいかわで予想していますね。結構伏線って言われているコードギアスとか、グリッドマンの可能性もすごくありますよね。今回僕伏線とか全て無視して、自分はね、テンスラで予想しようかなって思います。春休みだからね。春休みだから、ケウサ方式もあるかもしんないよね。去年も3月にケウサがあったので、経験値を多く稼げるようなイベントがあったらいいなって僕は思っています。普通にありそうだよね、それ。春休みですさ。コラボ予想は、僕はテンスラで、その次はコードギアスで、グリッドマンで予想しようかな。ぜひ皆さんのコラボ予想等も教えてくださると嬉しいです。はい、3つ目は重心化解予想をしていこうと思います。いつもね、この時期だと限定重心化か、
限定の重心化会あったんですけども、今年は今のところないんですよね。まあ、少し振り返りますと、2020年2月11日に魅力重心化、2021年2月23日に背徳重心化、2022年3月10日にホームズ重心化とチンギスハンが重心化会されましたね。なので周期的にそろそろね、今年も限定の重心化か重心化会あるかなって思っています。まあ候補としましては、天草四郎、エンジェリーディーバ、ワタツミ、カムイかなって思っていますね。まあその中だと天草は天馬1で適正になるかなって思いますし、エンジェリーディーバは未来投資型の性能になるかなって思うかな。まあ個人的に天馬の追加が近いと思うから、まあエンジェリーディーバは天馬の古城11に適正になるような性能になると思っています。でカムイは無落車適正かつ未来投資型の性能になると思います。でワタツミは砲撃になって反射だけど砲台としてめっちゃ強いキャラになるかなって思っていますね。まあその中だと自分は順当に天草四郎重心化会かなって思っていますね。はい、それではね、天草四郎の重心化会の予想をしていこうと思います。はい、こちらで予想しようかなと思います。貫通のスピード型、アンチ重力バリアに超マイスイーパー L、超レーザーストップ、ゲージでアンチ魔法陣バイタルキラーで、コネクトスキルで超アンチワープに非属性キラー、 SS でスピードとパワーが一定期間アップで、友情コンボでツイン反射レーザー EL12、 そして副友情コンボでリバースツイン反射レーザー EL12、 こちらで予想しようかなって思います。まあ個人的にね、天草はすごく不遇な印象があるんで、まあめちゃくちゃ強くなってほしいなって思うので、このような感じで予想してみました。まあ貫通キャラだけど天馬1でゴリゴリに使えるような感じで考えてみましたね。で友情コンボはやっぱり天草四郎といえばなんですよ、反射レーザーだと僕は思っています。やっぱり古参勢からしたら反射レーザーでモンストをね動かしてほしいんですよね。やっぱりモンスト制作者の久米原さんなら、天草の性能を作るなら反射レーザーで友情コンボを作ってくれると信じています。個人的にあの時の反射レーザーのめっちゃ強えっていう感覚をまた味わってみたいんで、自分はちょっと反射レーザーで、まあツイン反射レーザー EL12 だね、まあこちらで予想しようかなって思います。まあはい、このような感じで重心化会を考えてみました。ぜひ皆さんの重心化、重心化会の予想も教えてくださると嬉しいです。まあ一応ね、去年だと、まあ限定の重心化と重心化会発表されたんですが、まあちょっとね、重心化キャラクター数も少なくなってきたし、今回は重心化会、まあオンリーなんじゃないのかなって僕は思っていますね。まあもしかしたらカエサルとか、あとはまあエンジェリーディーバとかね、そういうキャラクターたちとか発表される可能性もあるから、まあ一応その辺も期待したいかな。でも自分はちょっと重心化会1体だけで予想しようかなって思います。はい、まあということで、ね、明日のモンストニュース予想でした。まあね、ちょっと明日のモンストニュースはちょっとめちゃくちゃ期待したいな。ね、個人的にね、そろそろ豪絶の、ね、発表もされてほしいし、まあその辺も期待したいな。いや、限定重心化とか重心化解されるかは、どうなんだろうな。してほしいね、やっぱり。ということで、まあ、動画を終えたいと思います。バイバイ。